車は団体専用列車でございます。ツアーにお申し込みでないお客様以外のご乗車はできませんので、あらかじめご了承ください。高松駅10時24分まもなくの発車でございます。ツアー参加のお客様恐れ入りますが、ご乗車になられてお待ちください。列車は前から1号車、2号車の順でございます。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ベルが鳴り上げます。ドアが閉まります。右側閉まるのにご注意ください。まもなくドアが閉まります。レトロライナー琴平駅発車いたします。閉まります。どうにご注意ください。皆様ご乗車ありがとうございます。本日は JR 四国ワープ松山支店新居浜営業所主催キハ18号系レトロカラーと琴電レトロ電車2つのさぬきレトロツアーに ご乗車ご参加いただきまして誠にありがとうございます。ただいま10時24分定刻に高松駅を発車いたしております。まもなくいたしますと進行方向右手には高松運転所がご覧いただけます。高松運転所はただいま研修稼働の建て替え作業を行っておりまして、昨年に建て替わりました弊社の新しい研修センター等の設備もございます。まもなく右手には高松運転所がご覧いただけます。でこの先、橋岡駅に停車をいたしますが、停車時間わずかのため、ドアは開きませんのでご注意ください。次にドアの開きます駅は鴨川駅でございます。鴨川駅、10時48分の到着予定でございます。発車は10時53分でございます。失礼いたしました。10時38分到着、発車43分の予定でございます。その後、坂出駅と丸亀駅を通過いたします。宇多津駅にて停車いたしますが、こちらも停車時間がわずかとなりますため、ドアの扱いございません。ご注意ください。その後、多度津駅に停車いたしますが、こちらも乗降時間わずかのため、ドア扱いはございませんので、ご了承ください。鴨川を出ますと、次の停車駅は列通時まで止まりません。ドアの扱いはございませんので、ご注意ください。終点の琴平到着11時25分の予定でございます。またお客様に新型コロナウイルス感染予防のご協力のお願いです。車内では席は進行方向でご利用いただきますようお願いいたします。また車内で飲食をなさる際には大きな声でご飲食をなさるとの声はご利用いただきますようお願いいたします。また本日お渡しさせていただきましたお弁当につきましては、それにますが、琴平駅到着までにお召し上がりいただきますようお願いいたします。あきましたお弁当柄につきましては、全通知駅発車後に電車員が回収をさせていただきます。また車内写真台にはアルコール消毒液と設置させていただきます。ご心配になられた人はどうぞご利用いたしてください。
大通過でございました。まもなく2つに